ISU ジュニアグランプリファイナルは国際スケート連盟が主催するジュニアクラスのフィギュアスケートの競技会で ISU ジュニアグランプリを構成するフィギュアスケート競技会の一つ。全名称は ISU ジュニアシリーズファイナル。1997から1998年シーズンにジュニアクラスの選手を対象に ISU ジュニアシリーズが開始され、 これら一連の競技会に参戦した選手の中から、成績上位者のみ出場することができる大会として、ISU ジュニアシリーズファイナルが創設された。翌1998から1999年シーズンには、ISU ジュニアシリーズの開催規模を拡大し、シリーズ全体の名称も ISU ジュニアグランプリと改めたため、当大会名も ISU ジュニアグランプリファイナルと解消した。 現在、ジュニアクラスの最高峰の大会である世界、ジュニアフィギュアスケート選手権に次ぐ大会と位置づけられている。ジュニアグランプリファイナルの出場者は、毎年8月頃から10月頃にかけて、世界各地で開催される ISU ジュニアグランプリ8大会での成績に対して付与されるポイント獲得上位選手である。当初の出場資格は、男女シングルは上位8名。 ペアとアイスダンスは上位6組であったが、2000から2001年シーズン以降は、男女シングル、ペア、アイスダンスに区別なく、上位8名及び8組となった。なお2007から2008シーズンまでは、成績上位者8名及び8組を除いた、開催国選手に対する参加枠が存在しており、参加者が9名及び9組になったこともある。 2010から2011シーズンより7大会へと大会数が減り、それに伴いファイナル出場も成績上位者6名及び6組と減らされた。i s u ジュニアシリーズが創設された当初は毎年3月に開催されていたが、1999から2000年シーズン以降は11月下旬及び12月に開催されていた。2008から2009シーズンからは、 ISU グランプリファイナルとの同時開催となった。2007から2008、ジュニアグランプリファイナルアナウンスメント、2008から2009グランプリファイナル及び、ジュニアグランプリファイナルアナウンスメント大会では、ベラ・バザロは、有利ラリオノフ組が1位になったが、後日、ラリオノフがドーピング違反で失格となりにいいかが、繰り上がった。 国際スケート連盟アンチドーピング委員会による決定繰り上がり後の公式順位2008年6月10日付ありがとうございます。